西武、松井稼頭央の監督成績、悲惨すぎる。こちらミスター稼頭央の成績、うんちだらけとなっております。これも楽天のスパイだろ。稼頭央ってもしかして無能？ええんか。 PL 終わってる。今のスタメンだと自分で打席立つ方が勝てそう。ヤバすぎやろ。キングオブ無能。 PL 出身の監督成績ヤバすぎて草。立浪和義23勝38敗1分377肩を加圧し16勝31敗7分340松井稼頭央24勝38敗1分387三郎19勝31敗3分380。若くして成功してきた天才型は監督に向かえてないんよ。逆のことすれば優勝やん。 PL さ、向かえてないんやな。 PL の指導は若者を洗脳することで効果があるみたいやな。戦力弱すぎるのと、のおかげで今年はまだそんなヘイト向かってないな。選手として有能であっても監督して無能なパターンは多い。監督して結果を出すなんて、投手か星出身じゃないと辛くない。ご視聴ありがとうございました。